最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけでな、金曜更新と言っておきながらちょっと今回土曜更新にさせていただいた。実はな、ツイッターの方で、ちょっと体調が一部優れぬためちょっと今日金曜に更新はできぬということで本日土曜日にさせていただいたのであるけれども、一体何が起きたのかと、体調が悪いって魔王大丈夫なんですかってご心配させてしまって本当大変申し訳なかったのである。まあ言ってしまえばその肉体自体はほぼ健康で、普段の活動したり業務をするということに関しては差し支えはなかったのではあるけれども、まあとある本当にとあることが原因でちょっとこのようになうならの前に出て喋るということが難しい状態なのであった。まあそれがじゃあ何だったのかというと、我魔王知らずを抜いたのであるよ。人間の言葉で言うとあれだな、親知らずというやつであるな。こう歯の知らないところからニュッて歯が生えてきて、あいららららららって歯をこう攻撃してくるという。まあまさにあれは特急の呪いにかかったかのようなな、勇者の卑劣な罠にちょっとかかってしまった魔王なのであるけれども。まあということもあって、つい2日前かに、まあそれで歯科医の方に行って、見てもらったところもこれは抜きましょうと。で、魔王様明日空いてますかって言われて、うむって言ったら、じゃあもう抜歯しますって言われて、ひーってなりながら、それで金曜に抜歯をして、で、まあその日はその麻酔だったりとか、あとそのあまり口の中とかをな、大きく動かしたりしては、ちょっと傷の治りが良くならなかったり、もしくはもっと血とかが出てしまって危ないということだったので、実は金曜はほぼ喋ることができず、まああとはその麻酔もかかっていたということもあって、綺麗に喋るということが非常に困難な状態であったため、で、本日の昼前かに、抜歯後の殺菌作業というのかな、抜いた後が大丈夫かどうかの確認と殺菌をしてもらって、で、まあ一応、これでもある程度ちゃんと見えておるこの牙とかのな、手入れはしておったんだが、ちょこちょことちっちゃい虫歯ができておりますのと言われて、ぬってなったので、まあついでにちょっとこれからしばらく、歯科医に通いながら、ちょこちょこと、まあ、我の歯にかかっておる呪いの除去をこれから行っていこうと思っておるので。まあ、でもそれに関しては別にその喋りがどうこうということに問題はないとのことではあったのだが。いや、まあ、本当にまず問題なく、そして、特に大きな痛みが抜いた後にあるということもなく、綺麗に親知らずを抜くことができてよかったんであるけれども。いやー、実はそう。本当に2、3日前からなんかちょっとズキズキするなとなって。でもなんか虫歯がある気配でもないし、なんでと思っておったら、親知らずだったということで、本当にモチベがめちゃくちゃ下がっておって大変なのであった。ただ、もうな、これで口内の呪いが解けたということで、というわけでご心配おかけして大変申し訳なかったのであった。バリバリ元気な魔王、これからもまたお見せしていこうと思うのであるぞ。というわけで、今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム匿名希望ちゃん殿からいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。魔王様こんばんは。つい最近魔王様の動画を見始めたビギナーです。大変恐縮ですが、絵を描く上での疑問を送らせてください。私は自身の作品と呼べるもの、同人誌やグッズなどを世に発表、販布することができていないことにコンプレックスを抱えています。要因の一つが元彼からの言葉です。その人はバンドマンという肩書きで生計を立てていて、創作することに対して強いこだわりを持っていました。私は下手くそながらも自分は創作をする人だという自負がありましたが、彼から言わせてみれば、自分の作品を世の中に出していない人は創作者ではないそうで、私のことを絵を描く端くれの人間だとすら認めてくれませんでした。
最近になって創作意欲が回復したので、ダウンロード販売に向けてイラストを描き始めてみましたが、世の中に頒布するのにふさわしい絵じゃないとダメだという思いが強く出て、思うように原稿がはかどりません。好きなものを突き詰めて形にして頒布できるところが、いわゆる同人活動の良いところだと思っています。自分の好きが詰まっていればいいんだと分かっていますが、その分かっていることすら実現できない自分に腹が立ちます。魔王様は、もし自分が創作者ではないよねとガチなトーンで言われたら、どのように反応を返しますか？また、作品を出している人といない人に差を感じることはありますか？私はそんなに差は感じていないですが、一つの作品すらろくに仕上げられない自分の精神力、体力のなさに毎日うんざりしてしまいます。長文かつ重苦しい文章を送ってしまって申し訳ありません。最後まで読んでいただきありがとうございます。というわけで、やはりこうやって人から言われた言葉というのが呪いになって、絵を描くということ、自分が物を作ることがそれで良いのかと悩むということ、非常に多いのではないのかな。頭の中では分かっていても、でも自分がそれをやっていい立場なのかとか、私が物を作ったりしていいのであろうかと悩まれてしまう方、多分たくさんいらっしゃると思うのである。ではまず魔王のお答えからお話ししようと思うのである。誰かに迷惑をかけたり不快に思わせたとしても、自分が作りたいと思うのであれば、それを作り発表するべしなのである。まあ、ちょっとどういうことなのかというのを順を追って説明していこうと思うのだけれども、今回そのご質問いただいた匿名希望ちゃん殿は、自分が物を作っていいのか、自分がこんな物を世に出していいのかと、こんな物と自分の作っているものを悩まれていると思うのであるが、こうなってしまう原因というのは、やはり人から自分の作っている作品をバカにされたり、ダメ出しされたり、心ない言葉を言われてしまうことで陥りやすくなってしまうのである。多分皆も多かれ少なかれ、そういうふうに作ったものとかを否定されたり、笑われたりして、自信をなくしてしまったり、作ることに対して正面から向き合えなくなってしまった経験あるかもしれないのである。であるし、匿名希望ちゃん殿は、まあ、元彼という特に近しい人から言われた言葉に傷ついてしまったのである。面識もない第三者からこうやって言われるのならまだしも、近しい関係の方、例えば親族だったり、すごく仲のいい友達だったり、こういう彼氏彼女、恋仲の方であったりと、心を許している方にこそそういうことを言われてしまうと、非常にその傷というのは深くなり、呪いになりやすくなるのである。であるし、この匿名希望ちゃん殿のその元彼殿というのは、バンドマンをされていて、物を作るということに非常に強いこだわりがあったと。で、それやっぱり旗から見ていたからこそ、自分がそこまでと同じことができているのか、それ以上のことをやろうとしていてできるのかと自分に問いただしてしまったときに、それができないのではないかと悩まれてしまっておるのではないのかと思うのである。そこで多分最後の方でいただいたご質問の、魔王様はもしご自分が創作者ではないよねとガチなトーンで言われたら、どのように反応を返しますかと、他の人も同じように言葉の呪いにかかっているのではないか、そうなった時に魔王は創作を続けるほどの力を持っていられるのかということが多分気になられてこの質問されたのだと思うのだが、これに対して我ははっきりとこう言わせていただこうと思うのである。そう言ってくる方に対して、我の創作物というのは価値がないものであろう。ただ我の創作というのは、我が作りたいからやっておるものであるし、我の創作を必要だと、我の創作じゃなくてはダメだという方も必ずこの世界におる。そう信じて物を作っておるので、合わないのであればそこまでだと思うのである。だけれども、ウヌがそう否定したからといって、我の作品というのが全てダメになるわけではない。それと同時に、ウヌがそうやって我のものが創作者ではない、創作物としてのクオリティに値しないと言ったとしても、その言葉は我には響かないであるぞ。ちょっと長くなってしまったけれども、こんな感じかな。やはりそうやって言われて傷ついたりとか、自分の作っているものを否定されているというのは、魔王であっても何度もあるし、今だってたくさん起きていることだと我は感じておる。だけれども、それと同じぐらい、もしくはそれ以上に、我の作品を見たいと、我の作品を好きだと言ってくださる方がいると、これまでの経験やそういう人がいなくなったとしても、我自身が一番
自分自身で作りたいものを作っていると自負できるからこそ、我は今ここに立っていると思っておる。もちろんそのために納得できないこととか、うまくできないことというのもたくさんあるし、自分の作っているものというのを素直に好きだと言えないこともたくさんある。でもそれはそれとして、自分が作りたいと思っているものは自分自身でしか作れない。それは多分不明希望ちゃん殿も一番分かられていることだと思うのである。であるならば、第三者から自分以外の人から何を言われようとも、自分の心の中にある創作の火がまだほんの少しでも残っている。それでも作りたい、それでも出したい。誰からも評価されないかもしれない。世界中の誰からも否定されるようなものになるかもしれない。でも作りたいっていう気持ちがあるのであれば、その気持ちに従って世界中の誰からも嫌われてもいい創作をするべきだと我は思うのである。なので、最初に言った通り、誰からも好かれなかったり、もしくはそれが人を悲しませたり、人を怒らせたりする創作物になるかもしれない。それでも作りたいのであれば、作るべきだと思う。その結果、起きたことというのを全て受け止める責任、そしてそうなるべくしてなったのだと覚悟できるのであれば、我は世界中の誰からも嫌われたり、怒られたり、否定されるものだとしても、その創作はすべきだと思うのである。匿名希望ちゃん殿が今、自分の好きが詰まっていればいいんだという気持ちだけで動くのが、多分すごく自信が持てなくなったり、本当にそれでいいのかと、身近な人から言われた言葉に傷つき、その傷というのが未だに多分胸に刺さったり、全身を動かすための茨になっているのであれば、その茨はどんどん抜いて、その傷をなかったことにしていい。その痛みというのを感じないふりをして描き続けて良いと思う。そこまでしても絵を描く楽しさというものはあると思うし、絵を描く権利というものは誰かが決めるものではなく、絵を描いておるご本人自身が決めるものなのである。そう言われた傷というのは、癒えるまで時間がかかるかもしれないし、癒えずに一生小さなかさぶたとなって自分自身を苦しめるかもしれないけれども、それを乗り越えるためには自分の好きと向き合い、その自分の好きのために努力し、そしてその好きと自分の作ってきた結果が釣り合うことができないと悩むことというのが多々あるかもしれないけれども、それを乗り越えるのも、乗り越えずに諦めるという選択肢を取るのも、創作者自身にしかできないことだと、その覚悟を持って創作活動を続けてほしいと思っておるのである。そしてその覚悟を持って歩む先には、自分が作りたいと思っておるもの、そしてそれを好きだと言ってくださる方が必ずいると信じて、創作の歩みを進めてほしいと思っておるのであるぞ。というわけで、いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープデディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、通知のオン、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。